広い、ベッド浮いてる、ベッド浮くマジック、透明な何かがあるだけじゃない、これ鏡でしょ、これ何、これぶっ壊せばいいのかな、おおー、逆さにしたら金が、これは良きね、うん、扉あるよね、これで扉があるよっていうことでいいのかな、扉が手前にあるよっていう気づきのためのやつ、これなんか投げつけれるやつない、これすっぽんでいいのかな、パッ、はい、いいかな、あ、ダメだ、つかないし、じゃあいいのかな、普通に行っても、で、なんか、どこか触れるとこなかった、あ、ここにも扉あるか、なんだなんだ、いただきます、開けます、お金、ライト、上にコイン、棚にコイン、触る、あれない、開けます、あ、これ引っ張ってみる、おお、なにそれ、大量の魚が、なんだっけ、あ、で、こっちにあれがあるじゃん、ねえ、サイコロ映ってた鏡に、よし、やべ、ここなんかコンプしそうだ、クリアする前にここコンプしてしまいそうだ、ね、鏡に映ってたね、あそこの鏡によく見ないとね、周りを、あれか、カーテンみたいな撮ったからあれが出たのか、もしかして、まあいい、あとたった一つ帽子あるよ、わっ、あ、ちょっとわお、開けます、ほら、おお、あ、かぶることできる、なブーツマリオみたいな、あ、お宝ザックザック、これちゃんのお尻見ます、ちょっとうんちの匂いする、あ、うんちしてきてる、動いてる、うんちの綺麗よし、こんばんは、お邪魔します、いらっしゃい、ゆっくりしちゃってね、今日も京都でやっとる、ルイージ、あ、いや、もうちょいでクリアだよ、多分だいぶ高いところまで来たからな、これ絶対動き出すやろ、こんなん、あ、うわ、おめえかよ、おめえが動くんかよ、うん、高い、どんなにゲームに集中していてもクロちゃんのお尻をチェックするのは怠らない、それが俺の生き様よ、クロちゃん優先、どうもなー、お金か、
お前たちが 動かねえって言うんだったらここの本全部捨ててやるけどいいのか。動け早く。それともただの像なんですかね。うん、綺麗になった。綺麗になりましたね。なっこいちゃん、手元コントローラー持ってる手に鼻をこすりつけないでくれちゃん。あーあああ操作がしづらいってばよ。上にこあるよコインが。クロちゃん、クロちゃん、クロちゃんの匂いがすごい染みていく。クロちゃんの鼻が染みていく。苦しいのかい、なんか息が荒いけど息できてない可能性あるのこれ。マジか。クロちゃんの鼻の匂いが俺に、猫の鼻って湿ってるからさ、その湿り気が俺の親指に全て。よし、ルイージって潔癖そう。なんかルイージそうだね。なんか細かいこと気になりそうなイメージあるね。近しいものを感じるルイージには。俺絶対マリオって感じじゃないもん。マリオがさ、陽キャだったら、ルイージ絶対陰キャですよね。やっぱね、陰のものはね、ルイージに、なんだ、感情移入しちゃうな。だってマリオってさ、すごいなんか、運動できるしさ、可愛い彼女いるしさ、ね、なんか性格も社交的だし、作品によってはね、いろんな友達とか仲間とか、さ、囲まれてるじゃん。絶対合わないもんね、マリオ。マリオ陽キャだよな。陽キャのリア充だから全然マリオに感情移入できないわけ。ここにあるね、このルイージのなんか孤独感みたいなのすごい共感できる。だからルイージ主人公の作品好きだよ。マリオ主人公の作品より好きなまである。これはだから俺はルイージマンション1を買ったんだ。そこまで考えてなかったけど。そこまでの意図はなかったけどね。普通に面白そうだから買ったけど。今思えばそうだったのかもしれんな。共鳴したんだ俺の心とルイージの心が。うん。わかるでしょ。ルイージもリア充。デイジーだっけ。出てきた。お、ウサギ。あ、え、あ、え、取られた。うわ、バッチーもの扱いした。え、ボス戦はまだなのか。そう、だからこのゲームは主人公がルイージなわけ。だってこれ俺マリオマンションだったら買わなかったもんね。マリオマンションだったら俺多分買ってないからね。ルイージマンションだから俺買ったわけ。わかる？ね、マリオマンションでもクッパマンションでも買ってないわけだから。金は回収したが、ここにもなんか宝石ありそうだよな。ないかな。そうなの。いや買ったと思う多分。普通に言いたいだけなところあるよね。ルイージだからこそこの感じが出るわけだから。だってこれがもしさ、マリオが主人公であってみ、マリオだったら多分拳で殴って解決するからね。分からせるから、肉体的強さを誇示するからね、マリオは。それしたらもうこのゲームのコンセプトもね、丸崩れなわけだから。そういうことですよね。マリオ脳筋だから悪さするやつはもう叩いてしつけるタイプだから。え、なんか部屋変わってません？だよね、こんなじゃなかったよね。おい、お前はお呼びじゃねえんだ、別のやつだった。ほら、いいんだろこれ。やっぱりあいつだけじゃねえと思った。ほら、まとめていってやろうか。で、お前にぶつける。ほら、ほら、謝れ謝れ、ほら謝れ。うぃ、ほら、もっと強く出してこい。責任者呼べ、責任者。あ、oh,
バイトじゃ話にならんぞ。んで、どうすればいいんだ。ここもなんか行ったことないことになってない、なんか。あ、全部様変わりしてんのか。ほい。おい。もう一回生き直しになったわ。おい。おい。ぶつけろ、ぶつけろ、ぶつけろ。ぶつけろ。はい。オッケー。相方にぶつけちゃった。はい。はい。悪質クレーマー。責任者呼んでこい。店長呼んでこい、店長。なあ、下っ端じゃ話になんねえからな。店長に直接言わないと、やっぱり。わかんないわけだから。これ回すか？あ、回せなくなってる。うん。なるほどな。ルイージだからキングテレサも襲ってるんだな。これを投げれば。うん、はい、おらおらおら、サイコロとか小賢しい真似よ。あ、そう、話しちゃった、ボタン話しちゃったよ。悔しいです。おら、なんか近づきやがって、ご苦労残ったな。よし、やあ。で、あ、手前でいいの、もう。あれ、ここじゃないの？なんかここなんかめっちゃびっくりマーク出てたけど、違うの？ハロー、おお、見ちゃってるか、はい、あ、あ、くそ、真ん中のやつ危ねえ、すげえ、これやべえぞ。こいつ、ちょっと待って待って待って、ういっ、おらおら、えいっ、よし、いてー、こんなとこでダメージ食らうわけにはいかん、よし、ういっ、助けを求めるな。おら、チョコ材な、あれ、どこ行った、いた、おるやんけ、開けろってか、はい、棚開けたら出てくる。まあ、それに、それはずるいですよ。ほい、その回転ノコギリ、助けを求めるのは違うんじゃない。ほら、出てこい、ほら、よし、いいぞ、そっちに逃げろ、そっちに、あっ、2月さん、はい、はい、よし、ルイマンシリーズって絶対部屋が反転してるところある、マジで。そう言われるとなんかワンにもなんかあったような気もせんでもないような、ワンの記憶ないけど、全然ラスボスがキングテレサってこと以外覚えてないけど、ワン、え割れるの、ドッスン入ってた、ちょっと水が撒き散らされるからやめてくれんか、それに頼むな、やめてくれな、来るぞ、ミッドな、2回で終わらす、そのために減らす、あ、ワンチャン1回できるか、これは、おい、ダメだ、1回で無理だった、抵抗しやがって、置いた置いた、ほら、あとはもうこれで、これで削ってやる、これもうこれでこれでも勝てんことないぞ、スポン、うん、ナメプダが、もう一本背負いすらお前には必要ないと言わんばかりの、お、カーテン閉まってる、あ、沢村じゃん、うわ、いっぱいいる、おら、おい、おら、近づいてこい、仲間で殴ってるぞ、仲間で、おら、おい、おら、おら、仲間だろ、助けてやれよ、ほら、助けてやれよ、仲間だろ、ほら、苦しんでるぞ、仲間が、ほら、助けてやれ、ほら、おら、助けてやれ、ほら、おら、助けてやれよ、仲間なんじゃねえのかよ、ほら、おら、おら、おら、悪役みたいな、ほら、仲間が苦しんでるのにお前は逃げようとするのか、おら、
悔い改めろ。よし、漢字の沢村はどこにいんだ。沢村がいっとらんや。台に乗れってか、お立ち台に。あ、おったんかい。くそ、ちょうど見柱のとこに行くな。あ、待って、おい、一回で終わらせてあげよう。80回になりなさい、80回。また8、なってる。よし、はい、はい、はい。おー、イエス。おー、イエス。簡単でしたな。これこの感じで、あのびっくりマークのとこに左回りで戻れってことなのか。ことが別に行く必要ない。おーのかな。一応来て、おい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 、今来ました、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、おめえもか。わざ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 殺されに来るとは。いい度胸してんじゃねえか。すごいよね、生きて登場して即ご退場だからな。悲しいよな。何しに来たん。あ、やめろ。お前も。あ、壁に救われたら、壁に。起きた。どこだ、どこだよ。見えねえぞ。はい、ちょうど80でフィニッシュ。ちょうどですわ。ハウイエーイ。これあれかな、全部の部屋浄化しろってことかな。そういうこと。おお、ポン。おお、沢村3体いる。よし、あ、おい、3体まとめて分からせる。3体まとめて1回で倒すチャンスだったのにな。ミスったぜ。まあいいよ。ほらほら、仲間だろ、助けてやれ。ほらほら、仲間じゃねえのか。助けてやれよ、同郷の民が苦しんでるぞ。ほらほらほら、助けてやれ。ほらほらほら、いいのか、いいのか。まったく腰抜けともめ。ほら、お前が助けなかったせいで二人は死んだぞ。どう責任を取るんだ。ほら、あの世で二人に謝って来い。よし、いや楽しいですね。どう、一族みんな焼き討ち。え、これどこ行けばいい。こっち、ここもハスだね。おお、子供たちが、いや、もう出てくる。早っ。早っ。よし。Hello. ああ、でもここ来たね。この左行ってないか。ね。相手お化けだからもともと死んでる。確かに、その発想はなかった。こっちか。Hello. どこだ。わからんくなった。ヘロー、こっち行ってないか。おお、たどり着いた、ボス戦に。悪い位置だから怖がってるふりなの。ルイージ演技です、これ。あの、お化け怖いですよ、まんじゅう怖いみたいな。あ、3対1。じゃあ、あ、やべ、囲まれた。お化けを皆殺しにするために、お化け怖い作戦です。怖がってれば調子の大敵が来るから。怖っ。このゲームのルールも早めに分かりたいもんだな。吸えない。あ、一応跳ね返せるぞ。あれ跳ね返して当てるか、それとも
あ、いいね。ポン。お、えい。よし、こういうことね。え、でもいいの？もう、もう退場？え、もう一匹退場なの？悲しい。え、なんか強そうな雰囲気出してたのに、もう三姉妹のうち一人消えたけど、あ、怒ってる？あ、爆弾が。あ、どこに爆弾？一番左が爆弾だよ。一番左が爆弾。あ、ダメだ。一番左が今のとこ爆弾だよ。見とこう、ちゃんと。爆弾じゃないやつを。右。これね、下のやつ。これ。俺が今向いてる方が爆弾だから。爆弾以外を引っ張る。あー、面白いね。爆弾以外引っ張る。爆弾左上だから、左上以外だ。あ、右、これが爆弾、これ爆弾。まだなの？さっきのでよかった。もっと引きつけてからかな。もっと引きつけてから、えいっ！ちょ。あ、爆弾の位置わからなくなった。くそ、爆弾の位置わかんなくなった。あれだ。ちょっと遅か、早かったね。これやるのが早すぎて。あれだ。台に乗らなかった、台に。ほら、左、左、右。右が今爆弾。体力が。これ体力ないのはいいんだけど、心臓の音がうるさいから、そこだけちょっとあれだな。厄介だな。オッケー。これが今爆弾。左、上、右、下、あ、やべ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 。で、オッケーオッケー。右が爆弾だから、右以外だったらどれでもオッケー。よし、はい。オッケー。よし。あ、待って、これ欲しい。よし、オッケー。はい、はい、はい、はい。次からもう2個が爆弾になっちゃうけどな。おまけに来ちゃう。最後だぞ。泣いてもわめいてももう遅いぞ。ほら、2つ爆弾。真ん中だけ。右、左、左、右、左、真ん中。よし。真ん中が少女、三女。真ん中、真ん中。真ん中、上、右、下、左。あ、え、右、左、上、右。これ、俺、まだ俺が見てる方。で、下。オッケー、これだよ。俺が見失うわけねえだろうが。よし、オッケー。一瞬焦ったけどな。一瞬焦ったけど、お前はじわ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 吸ってやろうじゃないか。ほら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 、あ、ごめんごめん、あ、なめぐしすぎた。よし、あ、ほら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 。最後優しく、はい、よし、ちょっと舐めプしすぎて、最後もう一回あれをやんなきゃいけないかと思った。いや、ちょっと簡単すぎて、ちょっと引き伸ばし工作に入ってしまった。テコ入れが入った。ジャンプのテコ入れが入ってしまった。このボス戦でもうちょっと引き伸ばしてっていう、前に手じゃなく引き伸ばしてのサインが出た。左か、あと1個でここの宝石コンプなんだけどね。左は行き止まりでーす。ルイージね、愛嬌があるよね。で、まあまあ宝石もね、1個取れてないけど、また今度来ましょう。また今度、あの、宝石の場所が分かるアイテムをね、持ってこよう。闇雲になっちゃう。あ、ぴゃぴゃぴゃー。ボス倒したのに、クソ、ダメージ食らわされた。置き土産に食らってしまったな。姉妹の像怪しい。確かにね、あれ怪しいね。あれなんかぶっ壊したらいけたのかな。まあいっか、それはまた別のお話。だから今からみんながこのゲームを購入して、俺だったら全部の宝石取れるぜってあると思います。そういうのもある。
俺ならもっとうまくやる。おいでおいで。できな。おいで。もう12回か。あと3回じゃないか。じゃあとりあえず12回行きますか。12回まで行って終わろうか。で、また明日、13、14、15とやっていこうかな。うん。ラスト3面、明日に回すか。この12回だけちょっと決めます。ラスト3で、もしすぐにクリアしちゃったらやり込み要素みたいな感じかな。今3時間半やってるから、あと30分40分ぐらいでいけるっしょ。12回もテンポいいからね。1ステージあたりの、まあ、やり込み系はやってないからのっていうのもあるけどね。これでストーリーそっちのけで、宝石とかテレサ集め出したら時間がいくらあっても足りんぜよってなるわけ。なんかいない？ここはなんていう感じなんだろうね。テイストはなんだろうこれは。何テイスト、これアジアンテイスト。ハオハオ。あ、ライト当てたー。え、すごいすごい。で、だけっすか。なんか意味ありそうだよねこれもね。海賊か。あ、確かにパイレーツ・オブ・カリビアンじゃない。壊れそうだけどね、これ。どうした？はい。ヘロー。船の障害物が扉を塞いでおるせいで、その先に進むことができなくなっておるの。まったくどうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さては、お化けの奴らの仕業じゃな。ところで、ルイージ君。すまんが、すぐにベースラボに戻ってきてくれんか。おい、テンポ！実はちょっとトラブルが発生しての。まあ、詳しいことはベースラボで説明してやるぞい。さあ、わかったらとにかく戻ってこい。待っておるからの。急いでくれよ。やだね。ここに来る前に行ってくれよ。クソ、俺はもう12階の口になってんだから、俺は食べ物みたいな。今俺12階の口だから、それ以外はもう一切口に含まん。これはこれあれじゃない、ベートーベンの部屋にもあったやねえ、謎の発光体じゃん。用途不明のやつだからね。お化けがなんか張り付いてるね。いつもルフィが座ってるとこの下に。あそこって普通なんか人魚のあれとかあるとこじゃないの？人魚の像みたいな。まあ、ベースラボ戻るか。まあ、12階の口だったのに。マジやめてくれよ、もう。小山博士、俺の繊維をテンション下げるのをさ。これでくだらない様子だったら、あれだね。何かしら小山博士に分からせよ。何かしらの痛みを伴う。罰を受けてもらう。お、待っておったぞ、ルイージ君。あれ、キノコは？青キノコいるよ、後ろに。ん？キノピオ君が一人いないじゃと？そうなんじゃ、トラブルとはそのことなんじゃよ。あ、そうか。あと、キノピオ一人と、ルイージと、あ、違う、マリオと、ピーチだから、そうか、キノピオ二人しかいなかったか。事情説明するとだな。実は私、オバキューンをもっとパワーアップするための改造を思いついたのじゃ。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオ君に探しに行かせたという、そういうわけなのじゃ。あ、そうなのか、びっくりした。なパーツ、キノピオをパーツに使ったのかと思う。使ったわけじゃよ。そこにいいキノコがあったんでな。じゃがルイージ君、まずはこれを見てくれんか。キノピオ君に持たせライブカメラの映像じゃ。おライブカメラ配信してんの。残酷。え、どこ、ここどこ？これパーツ？あ、え、ここどこだろう。あ、B2 階だ。地下2階。あ、
か。場所分かったね。お、登るのか。すごいアウトラストみたいあ、カメラ落としちゃったじゃん、やばい。カメラ落としたら暗いとこにはいけないぞ。あの視点なんかアウトラスト思い出したな。ひろぴょくんがこの映像の場所でお化けに襲われ、そこで通信が途絶えてしまったのじゃん。諦めよう、もうしゃあないよ。でもしばらくしたらまた生えてくるから、それに次のキノピオに期待しよう。いいかね、ルイジ君。この映像を手がかりにしてホテルのどこかにいるキノピオ君を見つけるんじゃ。分かったけども。まだ直前に行ったところでありがたいね。これがさ、あの、フロア2とか3とか4とかだったらもうだいぶ覚えてないからね。大変だったけど。直近で行ったとこだからめちゃめちゃ覚えてたよ。B2 階、地下2階。そしてキノピオ君のことよりも何よりも、わしのためにパワーアップのパーツを持ち帰ってこい。俺のためじゃねえんだ。わしの発明がかかっておるんじゃからの。こいつは重要ミッションじゃ、ジョファファファ。結構あれだね、わがわがな感じなんだね、小山博士。ルイージ、それじゃあ行ってこい、ルイージ君。はあ、俺、せめて俺のためと言えよ。お世辞でいいからよ。自分のあれを隠さないね、一切。あ、在庫増えてる。とりあえずテレサマーカーは買えるだけ買っといて、で骨3つあるから、あともあれだね、宝石マーカーを、あれ宝石じゃない、骨持ってるの2個だっけ。まあいいや。いや在庫めっちゃ増えたね。だって1フロアごとに6個増えていくんだもんね。まあ取ってはいるけどね。多分これ取った宝石も表示されるのかな、どうなんだろう。まあ、帰れたとこ、だってあと3回あるからね。3回分、一番上は換算しないんだとしたら、あと14回、15回、13、14で、あれか、6、6、6、12個増えるもんね、さらに。さらに1万2000ゴールド稼いでこないといけない。何本いるんだ、俺。これで使い切った。使い切ったから、あと2万7000。プラスこれも買わなきゃいけないし、まあ、これはいいとして、まあ3万ぐらい、あとまあまあすぐかな、ちょっとしたらもう1万貯まってるもんね。まあ、じゃあ行きますけど。